本日は、冷たい雨の中にも関わりもせず、このようにたくさんの皆様が、同志社大学一神教学際研究センター主催の公開講演会にお集まりくださいまして、心から感謝申し上げます。私は、この公開講演会の司会をさせていただきます同志社大学一神教学際研究センター長の森光一と申します。今日は、タイトルは、2008年アメリカ大統領選挙と宗教勢力というタイトルでの公開シンポジウムです。同志社大学一神教学際研究センターは、過去5年間2003年から5年間にわたりまして、21世紀、COE プログラムの文科省による補助を受けて活動してまいりました。それが2008年の3月に終了いたしましたけれども、昨年の9月、2008年9月から新たに、やはり文科省のちょっと長いタイトルなんですけれども、私立大学戦略的研究拠点形成支援プログラムというですね、これに採択されまして、やはり今年度から5年間にわたって、研究補助をいただくことになっております。そのプロジェクトのテーマは、一神教とその世界についての基礎的応用的研究というテーマです。で、基礎的研究というのが、これが第一プロジェクトに入っているんですけれども、いわゆる一神教についての思想的神学的研究です。で、第二プロジェクトが、これが応用的研究なんですけれども、一神教とその世界についてのですね、政治外交あるいは文明間対話共存というような問題を学際的に扱っていこうというものでして、この第二プロジェクトは2つの部門に分かれております。一つがアメリカ部門、もう一つが EU 部門です。で、EU 部門についての第1回目の講演会は昨年の秋に行われました。アメリカ部門についての最初の研究会が、本日のこの研究会に当たります。で、本日は、お二人の、講師をお招きしております。ご紹介の順番にお話をしていただきますけれども、お一人目の講演者は、東京大学大学院法学研究科教授の久保文明先生で、ございます。講師紹介はそこに、印刷されてありますので、もう繰り返しはやめておきたいと思いますけれども、日本を代表するアメリカ政治についての研究者でございます。特にアメリカの内政、あるいは選挙についてですね、非常に、造形の深い先生でございます。そこに著書が多く、まあ、その一部ですけれども紹介してありますけれども、本日のテーマに関係の深いものですと、一番最初に書いておきました、米国民主党2008年政権奪回への課題、日本国際問題研究所で2005年に出版されたものがございます。この中には中山先生も一書を担当されております。で、お二人目の、講師、中山俊弘先生ですけれども、現在、津田塾大学国際関係学部の准教授で、アメリカ、ご専門はアメリカの政治外交ですね。まあ、本日のお話ですと、まず久保先生が、今回の大統領選挙の全体像と言いますか、そのマクロの視点から分析をしてくださいまして、そして中山先生は特にその中のですね、いわゆる福音派あるいは宗教右派を中心にですね、どういう状態であったのかという、むしろミクロのお話をしてくださるのではないかというふうに期待をしております。中山先生も著書をたくさん、出版されておりますが、その一番初めに書いております、アメリカのグローバル戦略とイスラム世界、ここに、持ってまいりました。
ここには金刊と書いてありますが、1週間ほど前に出版されたものでして、これは一神教学際研究センターの COE の研究成果の一つとしてまとめられたものであります。この中に中山先生が一章を担当されて、今日お話になることを内容をですね、さらに詳しく紹介してくださっておりますので、参考にしていただければというふうに思います。で、この後の進め方ですけれども、久保先生、中山先生の順番でそれぞれ約45分間お話をいただきます。そして休憩なしでそのままフロアの皆さん参加していただいて、約30分間ディスカッションの時を設けたいというふうに考えております。それでは久保先生、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご丁寧なご紹介いただきました、久保と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。不信心者がこんな神々しい場所に立っていいのかどうか、ちょっと私緊張いたしております。それこそまさに神をも恐れぬ行為ではないかということで、この後罰が当たりそうで、非常に怖い思いをしています。私の方では、大統領選挙2008年は非常に、これは面白い選挙だったと思いますが、その中で、宗教が、果たした役割について、そのアウトラインというんでしょうか、概要を少し説明させていただければと思います。長くアメリカの大統領選挙を見てきた人、ジャーナリスト、あるいは選挙の専門家で、相当年の人でも1950年代からあるいは1960年ぐらいからずっと見てきたという人が多いと思うんですけども、やはり2008年の大統領選挙、やっぱり一番エキサイティングだったと、1960年も結構エキサイティングだったという人も多いですが、大体それは民主党系の人ですね。で、いや、1980年がエキサイティングだったけど、それ以上、今回は面白かったかもしれないという、若干共和党系の人かもしれませんが、ともかく、やっぱりこれまで自分が見た中でやっぱり非常に面白い選挙だったというふうに、いう人がアメリカでは多いようです。日本でも関心が非常に強いようで、今回就任演説が多くの新聞で演説全文が訳されるのも結構それほど普通ではないようで、普通要約とか骨子だけのことが多いようです。で、全文が載ってなおかつまた別の日に英文、和文のと英文の大訳が載るというのもかなり、珍しいことかもしれません。本日も多くの方に来ていただき嬉しく思っております。で、2008年の選挙、やはり何と言いましても黒人がアメリカで初めて大統領に当選したということで、非常に歴史的な選挙であったと思います。当選が決まった日の夜にブッシュ大統領自身が本日はアメリカにとって歴史的な日だというふうに言ったのが非常に印象的です。考えてみると彼の8年間の治世がトータルに否定されたわけですから、そんなことを言っている場合ではないのかもしれませんが、言わざるを得なかったという面があったのかもしれません。あるいはマッケイン、さんの敗北宣言でもやはり歴史的な日だというのがメンションされていました。逆に日本の総理大臣が日米同盟は普遍で堅固だとしか言わなかったのは逆にちょっと残念で、やっぱりアメリカにとって歴史的な日だったですねというふうに言ってあげるぐらいの方が、やっぱりアメリカの歴史をこちらも見てますよという見識を示すことができたのではないかというふうに思った次第であります。で、あと、やはり今回の選挙 の、特徴としては、未曾有の経済的な危機の中で行われたということだろうと思います。でも特に9月の金融危機ですね。でそれまでは、一時的に9月の、半ば頃は、党大会の直後ということもあって、マケインの方がリードしていたこともありました。で、それは一時的なものだろうというふうに私は思って
ておりましたが、しかし、まあ、金融危機がもしなければ、あるいは12月に起きていれば、つまり投票の後に起きていれば、結果がどうなったか、まあ、かなりまあ微妙ではなかったかと思います。まあ、最終的には多くの人は経済を判断の基準にして、まあ、オバマが勝った可能性がまあ強いかなという気はしますが、しかし、まあ、その差は、今回53対46ぐらいですね、得票率の差、まあ、おそらくそれは51対49とかですね、もう、まあ、はるかに僅差になったのではないかという感じがします。で、まあ、やはり今回の選挙、まあ、アメリカ人がよく言う表現では100年に一度あるかないかの金融危機、まあ、あるいは1929年に勃発した大恐慌、以来の最大の経済的な危機であると、まあ、その中での選挙であったということですね。で、当然ながらそうしますとですね、今回は他の争点が少しやはり後ろに退いていたということは言えるかと思います。ですからやっぱり、まあ、オバマ その人種の問題というのはみんな正面から黒人がいいかどうかとかそういうことは、まあ、もちろん争ったりはしませんけれども、まあ、しかし、まあ、やはりバックグラウンドとして明らかに存在していたわけですけれども、で金融危機の中で今後のアメリカの方向性を、まあ、問う選挙であって、まあ、そうしますと、まず例えば大きな争点になるだろうと思われたイラクはかなり、まあ、後ろに退いたということが言えるかと思います。まあ、本日多くの人がどのくらい、まあ、イラクとかいろんな争点を重視していたかについての、まあ、数字はちょっと持っておりませんけれども、2004年ではかなりトップ上の方だったのが、まあ、今回、まあ、実はもう経済に完全に、まあ、取って代わられたということが言えるかと思います。でその、まあ、流れで言いますと、2004年の大統領選挙では実はモラルイシュー、道徳的争点で、その中には宗教的な争点、人工妊娠中絶であるとか同性愛者の、まあ、結婚であるとか、まあ、そういったものが含まれるわけですけれども、2004年にはかなり比重が高かったその道徳的争点の、まあ、比重ですね、まあ、それが今回は、まあ、かなり、まあ、下がったということが言えるかと思います。まあ、しかしそれでも、まあ、アメリカの中ではその宗教の問題いろんな形で作用しています。で、まあ、それについて少し、まあ、立ち入ってお話ししていきたいと思います。で、まあ、まず全体像として、まあ、お話し、させていただくとすると、やはり、まあ、一応二大政党制の概要についてちょっとだけ触れることが必要かと思います。で、民主党共和党あります。で、日本人にとって分かりやすいのは、まあ、民主党は割と、まあ、弱者の政策、大きな政府で再分配、福祉を重視するというふうに、まあ、理解して、まあ、間違いないと思います。で、共和党は、まあ、市場を原理を重視する政党で、小さな政府であって、例えば減税とかですね、規制緩和とか、そちらを重視すると。で、これは、まあ、割と分かりやすい対立軸だろうと思います。で、ただアメリカには、まあ、それ以外にも対立の軸があります。で、日本人にとって、まあ、次に分かりやすいのは、やっぱりこういろんな人種からなる社会ですから、で、まあ、人種の問題ってやっぱりあります。で、共和党は、まあ、よくワスプと言いますけども、ホワイトアングロサクソン、まあ、プロテスタントですね。で、まあ、ワスプの人から強い支持を受ける政党であります。で、それに対して民主党はもちろんワスプの、支持もありますけども、しかし、まあ、それよりかは、まあ、むしろ それ以外のグループですね。で、それは同じ白人でも、まあ、プロテスタントでない、つまりカトリックであるとか、ユダヤ系であるとかですね。で、あるいは黒人、でヒスパニック等々 の、まあ、少数民族、人種からの支持を多数、まあ、得ようとします。で、そういう意味で大きな政府か小さな政府かというだけではなくて、その民主党共和党の亀裂というのは、まあ、若干こう人種とも重なっています。で、実はもう一つ非常に重要な対立軸があります。で、それが宗教と考えていいだろうと思います。で、アメリカはそもそも、まあ、日本と違いまして、非常に宗教的な社会であると見ていいだろうと思います。まあ、調査にもよります、また質問の仕方にもよりますけれども、例えば、まあ、アメリカ人が多分 80% の前半ぐらいの人が神を信じるというときに、多分日本人だとそういう調査と 20%、30% しか信じないというぐらいの違いだろうと思います。ある意味で先進国の中で日本とアメリカほどその点で違う国、対照的な国はないのではないかという気がします。まあ、一般論として工業化が進行すると世俗化が、まあ、それに伴って進行するわけですが、では、まあ、これもアメリカもそれは例外ではないと思いますけれども、しかし、まあ、日本は、まあ、かつては江戸時代相当、まあ、
あの仏教の国で、あのそれなりに信心深い国だったと思いますけど、急速に世俗化が進行して、おそらく今では先進国の中では、まあ、あの最もあの世俗的なあの社会と見ていいだろうと思います。で、あの他方でアメリカは、まあ、工業化が進展したにもかかわらず、実は非常に宗教色が強く、まあ、元から宗教色が強い国ですけれども、で未だに、まあ、あの先進国の中では、まあ、最も宗教的な国の一つであるというふうに言っていいだろうと思います。あのカトリックの国、イタリアとかですね、アイルランドとどう比べるかって難しい問題がありますが、しかし非常にあの宗教色の強い国です。で、あのプロテスタントとカトリックの違いがもちろんあります。でそれからあのユダヤ系の違い等々があります。ただもう一つ、そのアメリカの亀裂で大事なのは、そのおそらくですね、今ここ40年50年で大きく変わってきていて、確かにかつてはあのプロテスタントとカトリックの、まあ、例えば関係ですね、でそれはかなり偏見があって、まあ、カトリックに対する偏見も随分あってですね、で例えばあの60年にケネディが立候補したときは、まあ、さらにあのかなりそれで苦労したという面があったと思いますけれども、あの今のアメリカの対立軸は必ずしもプロテスタント対カトリックというのではなくて、おそらくそのいろんな宗教宗派を、まあ、横断する形で非常に信心深い人たちと、それから、まあ、アメリカでも相対的に世俗的な人たちですね。でこれは、まあ、調査の仕方では、まあ、神を信じるかどうか、あるいはバイブルを、そのバイブルを今そこにありますけれども、これをどう考えるか、その全て一軸が神の言葉であると、で全て正しいと考える人と、それからあの、まあ、あのなんて言いますか、基本的に正しい、基本的に神の言葉だけど、でも、まあ、あのなんて言いますか、あのいろいろこう解釈を加えていいんじゃないかという考え方と、それからいやこれは誰か人間が入ったに違いないという、非常にこうなんて言いますか、冷めた見方、ね、まあ、3つぐらいでこう比べるとかなり違いがあってですね、であるいはどのくらい熱心に教会に行くか、週2回以上行く人と、それから、まあ、ほとんど行かないという人の違いですね。でそれは政党支持 の違いに顕著に現れます。で大雑把に言いますと、週2回以上教会に行くような人たちは大体、まあ、8割近くが共和党に入れるというふうに考えて間違いないでしょうし、逆にあのめったにあるいはほとんど絶対教会に行かないという人たちは8割ぐらいが民主党に入れるという、まあ、傾向があります。ですから、まあ、そうしますと、あの、まあ、アメリカの民主党共和党の、まあ、亀裂というのは、その世俗派対、まあ、信仰派というんでしょうかの、まあ、亀裂というふうに、まあ、あの考えてあのいただいてもいいのではないかと思います。でですからこう経済政策の軸ですね、大きな政府小さな政府、それから、まあまあ、あの人種民族の軸、それからこの宗教の軸で、ただこれは全部結構重なり合っているわけですね。ですから、まあ、典型的な共和党員というのはあの小さな政府であって、その人自身は多分ワスプであって、で熱心に教会に行くと。でそれから、まあ、外交政策もさらに加えると、かなりこう単独主義的な力の外交を、まあ、支持すると。で、まあ、典型的な民主党員というと、あのその人自身多分、まあ、ワスプではなくて大きな政府を、まあ、支持していて、あまり、まあ、多分教会には行かない。で外交はかなり、まああの多国間主義的なあの外交を支持するという、まあ、そういう違いがあるというふうに、まあ、見ていいかと思います。で宗教の現れ方というのはですから、歴史的に変わってきて、まあ、プロテスタントカトリックという形では必ずしもなくて、熱心に、まあ、宗教を信じる人とそうでない人という、まあ、亀裂がかなり大きいのではないかということです。で、まあ、あのそういうことをちょっとだけ、まあ、念頭に置いていただいて、あのお手元にお配りしたあの簡単なあの出口調査があります。でちょっとだけ見ていただけるとですね、まあ、今回の選挙 の特徴などもお分かりいただけるのではないかと思います。で両面コピーになっているかと思いますが、あの右の方の上にニューヨークタイムズのイレクションリザルツ2008というふうになっている方が一応表です。あのお手元にございますでしょうか。なんかそちらないですか。ちょっと待ちましょうか。いいですか。それであのこのイレクションリザルツ、あのリザルツ2008とある こちらの方の左上が一応出発点って言いますか、あの最初です。よろしいですか。今あの多分資料来ると思います。お持ちでない方ちょっと手を挙げていただけますでしょうか。
あ、かなりあります、ね、じゃちょっと待ちましょうか。ちょっと配るの手伝って。後ろの方です、ね、どうか先生進めてください。よろしいですか。はい、じゃあすいません、少しゆっくりめに進めさせていただきたいと思います。で、左上でオーバーオールとあってですね、でトータルボートとあって、まあ、これが大統領選挙の全体の結果です。で、1972年からすべて数字が入っています。2008年までですね。で、まあ、この見方、例えば2008年で見ますと、デモクラット、民主党、リパブリカン、共和党、それからインディペンデント、無所属ですが、まあ、今回は無所属候補は、まあ、あんまりこう有力な人はいなかったわけですが、まあ、民主党の候補が 53% を得票したということを意味しています。でですね、その下、セックスで、これはジェンダーですね、その男女による違いです。で、実はこれはかなり宗教の問題と関わってくるかと思います。まあ、少なくとも宗教的争点との関係があるかと思います。で、上にメンとあって、でその左に 47% とありますね。 47% of the electorate。 でこれはまあ今回 の有権者集団の中で 47% を占めると。で、女性は 53%、まあ、つまりこう全体の中で女性の方が多いということがまあ分かるわけですが、でそれはまあ今回2008年の比率です。で、2008年 の男性の得票傾向を見ますと、49対48で、まあ、オバマが勝ってますが、しかしその、まあ、勝差はわずか 1% であるということがお分かりになりますでしょうか。で、それから女性の方は、56対43で、これはもう圧勝ですね。その、なんていうんですか、民主党候補オバマの圧勝である。まあ、それが分かってきます。で、これをですね、この男女による投票傾向の著しい違いをジェンダーギャップと言います。で、これはいつから現れたのかというふうにこう見ていきますと、つまりその一番上の数字が、まあ、その時々の、なんて言いますか、結果ですが、それと比べて、まあ、その男性の比率が、例えば民主党の男性の得票率が、まあ、かなり低い現象、まあ、あるいは女性の得票率がかなり高い現象ですね。で、これは1980年から登場しています。で、まあ、これただ逆に言うと、民主党は女性票に強いというのも一つの真実ですが、でも逆に民主党は男性票 で弱いというのももう一つの側面で、ですから、どうして民主党はまあ男性の票が取れないのかというような形で、まあ、質問をまあすることもできます。で、80年から登場しています。で、これはなぜかって非常にまあ面白い問題なんですが、ちょうどまあ共和党が保守化した時代です。で、まあ、レーガンが候補になったと。で、まあ、一つはタカ派的な外交政策が関係しているかもしれない。で、ただ冷戦が終わった後も、例えば92年とか96年とかもジェンダーギャップは、まあ、消えてませんので、まあ、外交だけではないような気がします。で、そこで、まあ、よく言われるのは、やはりこう共和党の中に宗教保守が浸透して、で例えば人工妊娠中絶について禁止の立場を、まあ、共和党が打ち出した。で、あるいはアメリカですと ERA という言葉がありまして、私のレジュメの中でも ERA というのをそのままちょっと使ってしまって分かりにくかったかもしれませんが、レジュメの3のところの3行目ですね、 ERAの位置づけで、 ERA というのは、これは英語ですと Equal Rights Amendment で、男女平等憲法修正案のことです。で、まあ、このアメリカの憲法には男女平等の規定がまあないわけですが、でないので、それを入れようという動きがあってですね、で、まあ、共和党は途中から、ある段階から反対し始めます。で、まあ、そういう一連の、なんて言いますか、宗教的な争点を自分の、まあ、党の立場に、まあ、取り込んだ時期とかなり符合しています。なので、まあ、それが原因ではないかというふうに言われています。で、逆に今民主党の方は、例えば妊娠したときに産むか産まないかは、それは女性がやっぱり当然、まあ、選択権があるんだという立場を強く打ち出すことになります。
で、まあ、それがその女性票で、まあ、一定の強さを発揮した、まあ、原因ではないかというふうに思われている次第であります。ですから、まあ、この、まあ、何の変哲もないこの男女の投票傾向の差にもかなり、まあ、そういう宗教的な争点の違いが、まあ、反映されているということです。おそらく、まあ、どの国でも若干男女の違いというのは、まあ、あるかと思いますが、ただ、まあ、こういう宗教的な争点が、まあ、大きな原因になっているというのは、まあ、かなりアメリカの特徴ではないかという気がします。でそれから、まあ、これ全部見ていくとちょっと時間がなくなってしまいますけど、まあ、大事なところだけお付き合いいただければと思いますが、で次のレース&エスニシティですね。でホワイト、白人票で、これは 74% です、全体の中 で、これは2008年は 74% ですが、でかつてはこれは 90% ぐらいだったわけですね。でだんだん白人票というのはまあ小さくなっています。で黒人票は 13%でヒスパニックは 9% で、本当はヒスパニックの人口そのものですと、もう黒人よりか多くて、やっぱり 13% ちょっと超えるぐらいなんですが、ただ棄権をする人が多いので、つまりこう出口調査で出てくるまあ、サンプル数としてはこうやってだいぶ少なくなってきます。でアジア系が 2% ということですが、で、まあ、やっぱり相当な投票傾向の違いがあります。白人ですと、まあ、2008年だけちょっと見ていただければよろしいかと思いますが、まあ民主党はやっぱり白人票では絶対勝てないわけですね。で、まあ、オバマさんは 43% しか取ってません。で、オバマが黒人だからかという、まあ、推測も当然あると思いますが、ただそれは例えば2004年以前、民主党の候補は全部白人ですが、しかし、例えば2004年、ケリーは 41% しか取ってない。2000年、ほとんど共和党と民主党の票が同じだったときですね、まあ、若干民主党の実は多かったんですが、ゴアは 42% しか取ってないということで、つまりこれは、まあ、民主党が白人票で弱いというのは人種のせいではなくて、これはイデオロギーで、ホワイトの中では、白人の中では民主党は絶対勝てないということになります。大体民主党が勝てる可能性が出てくるのは、まさにこう43から 44% 以上白人票で取ったときにやっと勝てる可能性が出てきます。で民主党は白人票で弱いので、それを補うべく他のその黒人票などで、まあ、大量に得票しようとします。で黒人票は逆に圧倒的に民主党の票です。でこれはオバマが今回 95% 黒人なので非常に高いですが、しかしこれは白人の候補であっても、黒人票はだいたい 80% 以上、高いのは 90% が民主党に入れてきました。でそれからヒスパニックで、これはカトリックですね、宗教的には圧倒的に。でこちらは、まあ、今回は民主党が勝っています。ただ4年前、2004年は結構ブッシュの共和党が相当うまくやってですね、ヒスパニック票に食い込んでいます。で2004年のこのヒスパニック票で共和党が 44% を取るというのは、これは共和党は大成功です。であるいは民主党にとっては大変な脅威であって、もしつまりこういった形で共和党がヒスパニックの票を、でこれはますます今アメリカの中で一番急速にこう、まあ、増えているブロックなわけですけれども、こういった形で共和党が着実に 45% を取る、あるいはさらに増やしていくということが、もし共和党ができると民主党の、まあ、なんか勝利の展望というのはなかなか描けなくなっていきます。でそれからあと今回非常に大きな特徴は、次の年齢をちょっとだけ見ていただいてですね、18歳から29歳のところをちょっとまあ見ていただきたいんですが、でこれは有権者の 18% を占めるわけですが、 66% が民主党に入れています。でこれがまあ今回のオバマの、まあ、多分勝因の一つだろうと思います。でこれはなんていうんですか、大体若年層ってまあ民主党寄りという傾向はありました。でそれはずっと2004年から遡って見ていただいて、大体、まあ、平均値、例えば一番上の、まあ、民主党の得票率よりか高いですが、ただこんなに、まあ、大きな差がつく、まあ、選挙はなかったわけですね。で2008年でいうと66対32ですから、まあ、ダブルスコア以上の差であると。で要するにこの若者のなんていうんですか、熱狂的なこう強い支持がオバマを大統領の座に押し上げたというふうにまあ見ていいかと思います。で逆に、まあ、で老人といいますか、こう60歳以上で、これ65歳以上になるともっとはっきりしますけども、まあ、共和党が、まあ、そんなに大きな差ではないけど勝っています。でこれもうちょっと、まあ宗教の問題と少し関わるかもしれません。あるいは人種の問題でちょっとここで復元しておきますと、こう若い世代にはこう人種に対するこだわりってやっぱりかなり少ない
ということが、まあ、この数字を根拠に言われています。まあ、友達付き合いであるとかですね、まあ、生まれた時からのなんとなくこう周囲 の、まあ、価値観からしてもですね、お年寄りの方はやっぱり1960年代半ばまで黒人が南部で法的に差別されていた時代に育っていて、で、まあ、自分の親もあるいは周囲の人も自分自身もかなり黒人に対して差別的なネガティブなことを、まあ、言うような、まあ、そういう時期長く生きています。まあ、しかしそれに対して若い人はだいぶ違うということですね。でこれは今のアメリカ、今後のアメリカを考える際に結構面白い数字ではないかと思います。もちろん、まあ、だんだん年を取るにつれて若干人間保守化するというのは、まあ、あるわけですね。結婚して家を買って子供を持ったりするとだんだんこう、まあ、民主党的な考えから共和党に行くということが、まあ、あるにしても、でも別にこうあんまり人種的な偏見のない人たちがこれだけ多い。で20年後にこの人たちはさらにアメリカの人口の多くの、まあ、パーセンテージを占めることに、まあ、なるわけですね。ですから、まあ、そういう意味で今アメリカ自身大きく、まあ、変わりつつあるということが言えるのではないかという感じがします。でそれであとちょっとこうずっと飛ばして右下の今のページの右下にまさにこうリリジョンとあります。でこれを、まあ、見ていただきたいと思います。で、ホワイトプロテスタントですね、白人 の、 プロテスタントです。で 42% 全体の 42% を占めます。もうこれはもう圧倒的に共和党のテリトリーです。で要するに白人だけでも、まあ、共和党が強いわけですけども、さらにそこからプロテスタントだけを取り出す、つまりカトリックを除いて獣医師を除いてというふうにしていくと、まあもう民主党はここでは絶対勝てないということになります。まあ、倍ぐらいの差がつきます。で、まあ、大体今回も基本的に同じような傾向ですね。まあ、むしろ、まあ、34% ってちょっと、まあ、オバマは善戦したのかもしれません。でそれからカトリックですね、白人のカトリックです。まあ、白人のカトリックということで、つまりこうカトリック全体から除外されるのは一つヒスパニックが、まあ、除外されるということかなと思いますけども、で 19% を占める。でここはかなりこれはスイングボートって言いますか、ここで、まあ、どのくらい、まあ、取れるかということで、まあ、勝負が決まってきます。で、まあ、やっぱり若干これは今民主党の方が分が悪いですね。で1930年代40年代の時はもう少し民主党は強かったわけですけど、だんだん最近では、まあ、弱くなってきています。で獣医師、これはまあ圧倒的に民主党です。で今回もそれは同じです。であとですね、その下の2つですね、ボーンアゲンオアエヴァンジェルカルクリスチャンズ。でこれは、まあ、例えばこう人生のある段階でこう実際にこうキリスト様が自分の目の前に現れるとかですね、こう生まれ変わる体験をした人、あるいは、まあ、本当に聖書を一軸正しいというふうに信じるような、まあ、そういう非常にやっぱり信仰心の強い人々ですね。でこれが、まあ、そもそも有権者の 38% もいるというところが、まあ、アメリカの大きな特徴だと思います。でおそらくボーンアゲンとかですね、エヴァンジェリカルというのはキリストの発祥の地といいますか、もう少し、まあ、本拠地であるヨーロッパではあんまりこう、まあ、それほど顕著でない現象だろうと思います。やっぱりボーンアゲンというようなその現象というのはアメリカの中でかなり、まあ、顕著になった現象だろうという感じがします。でこのグループでも、まあ、共和党が圧倒的に強いということになります。であるいは、まあ、少なくとも1週間に一度は、まあ、行くというグループ、これも、まあ、共和党が強いですね。やっぱりこの宗教の亀裂というのはかなりある。ただ、まあ、今回一番例えば一番下の1週間に少なくとも1回は行くというところでオバマが 43% を取っているというのは、こう過去2回などに比べると結構善戦していて、もちろんこれは、まあ、いろんな理由があって、多分、まあ、大きな理由は経済、やっぱこう経済的な困難の中で、まあ、宗教よりかはまあ経済でもう共和党の政策にはうんざりだという人が、まあ、投票傾向を変えたんだろうと思いますが、まあ、あるいは上のボーンアゲンはエヴァンジェリカのところでも、まあ、比較的善戦しているということが言えるかもしれません。でここにはありませんけど、例えば週2回教会に行く人で、これは週2回教会に行く、なんとなくこう日本の感覚だと極めて暇な人ではないかというふうにこう想像する方がいるかと思うんですけど、多分日曜日必ず礼拝に行って、多分あと教会の役員とかボランティアとかですね、教会学校の先生とかですね、つまりこう教会のいろんな運営にかなりコミットしている人ですね。で当然、まあ新人深く
信仰心も強いということになるわけですが、そうするとやっぱりその 80% ぐらいの人が共和党に入れます。でそういう意味でこの新人信仰の強さとその投票傾向って非常にまあ強く関わっているということが言えるかと思います。で以上がですね、まあ、全体像です。で裏面にも少し面白い資料がそのまま続くわけですが、まあ、あんまりこればっかりお話していくともう時間がなくなってしまいますので、一応この辺にしておきたいと思います。で今回ただですね、先ほどちょっと触れた若者の投票動向ですね、これについてやはり注目すべき点があると思いますので、ここで、まあ、一言だけ補足させていただければと思います。でこれは今回ですね、白人のエヴァンジェリカル、まあ、割とこう熱心に強く、まあ、聖書を信じる福音派ですけども、でこの中でまあ、厳密に言いますと18歳から31歳のグループを取った調査がありまして、でオバマはその中で 32% を獲得しています。で、まあ、負けは負けなんですが、白人のエヴァンジェリカルで若い方ですね。でしかし2004年にケリーはそこでは 16% しか取れていませんでした。31歳以下18歳以上ですね。で白人のエヴァンジェリカルで 16%、 4年前の 16% から、まあ、民主党オバマの下で 32% に倍に増やしているということで、つまりこう若者の間でそれは要するに本来共和党に行く可能性が強い白人の、まあ、福音派のグループの中でも要するにこう 16% もう圧倒的に少数派であったのが32まで、まあ、伸ばしているという、まあ、調査も報告されています。でまあ、あるいはコロラド州のようなところでも 14% ぐらいホワイトエヴァンジェリカルの票で民主党が、まあ、支持率を伸ばしたというふうに言われています。ですから、まあ、そういう意味で少し、まあ、信仰の強い人はもう共和党というような図式がちょっとこうほころびかけているのかもしれないという兆候はあります。でただこれは長期的な現象なのかどうかということはちょっと、まあ、にわかには判断しがたい部分もあります。で先ほど見ていただいたように今回オバマは若者の間で圧倒的な人気がありました。でこれはやはりこうなんて言いますか、必ずしもこうですからオバマ自身のアピール、若者になんか特に、まあ、訴える、まあ、要因があって、でそういうふうになった可能性があってですね、こう宗教的な対立の図式が壊れてきたかどうかということは、まあ、直ちには、まあ、そのように結論できない面もあるかと思います。でなおかつやはり圧倒的な、まあ、金融危機というんでしょうか、まあ、そういう中での選挙でもあります。ですから、まあ、そういった、まあ、要因が何て言いますか、宗教よりかは、まあ、経済、というファクターが大きくて、まあ、宗教票における民主党の劣勢、圧倒的な劣勢を今回、まあ、少し挽回させたということがあるのかもしれません。でこの辺は少し、まあ、慎重に判断する必要があるかと思います。で少し振り返ってみまして、今日のようなそのアメリカの政治の世界の図式というのがいつごろできたのかということですね。で先ほどちょっと申しましたように、ケネディが、立候補した1960年で、この頃はまだ宗教保守というようなグループが政治の世界で非常に大きな役割を果たすということは、まあ、観察されていませんでした。で、まあ、やっぱりもっぱらカトリックと、まあ、プロテスタントの違いですね。で、ケネディは1960年の大統領選挙でカトリック票の 78% を獲得しています。でカトリックは圧倒的にやっぱケネディを押すと。その代わりプロテスタントの票はちょっと、まあ、特に南部で減らしています。で当時民主党がかなり優勢な時代で、ですから今要するにこう振り返って多くの研究者はケネディでなければ、あるいはケネディがもしカトリックでなくて普通のプロテスタントであれば民主党はもっと楽に勝っただろうというふうに、まあ、多くの人は研究統計的に、まあ、結論付けています。で2004年を出したのは久しぶりに民主党がカトリックの候補を公認候補に指名したのが4年前だからです。ジョン・ケリーですね。でケリーはカトリック票、カトリックなんですが、カトリック票の 48% しか取れませんでした。
でプロテスタントの票でも負けてますから、アメリカって国でプロテスタントの票で大負けして、カトリックでも負けると、まあ、もうほとんど勝ち目がないということに当然なってしまうかと思うんですけども、でやっぱりこれ非常に大きな変化なわけですね。カトリックでありながら、でもカトリックの過半数の票が取れない、なぜなのかということですね。ですからもうこうカトリックだったらカトリックに入れる、プロテスタントだったらプロテスタントに入れるという、まあ、時代ではなくなったということです。で一つは、まあ、あのカトリックに対する偏見がなくなったということも一つですね。ただあのカトリックの中の違いというんでしょうか、ケリーは例えば人工妊娠中絶は女性の選択権として、まあ、あの支持する、まあ、プロチョイスの人ですね。でまあ、カトリックの家内の人はプロライフって言いますか、その中絶禁止の立場ですね。ですからカトリックであるかどうかというよりかどういうカトリックなのか、でそれはプロライフなのかプロチョイスなのか、人工妊娠中絶の問題にどういう態度を取っているのかというそちらの亀裂ですね。ですから信仰派なのか世俗派なのかって、そちらの亀裂対立軸の方が顕著になってきたということが言えるだろうと思います。であの今言われるとエヴァンジェリカルとか宗教保守とかいうグループは1970年代に特にまあ南部で後半70年代後半にあの勢力を増してきて共和党の中に入って、で共和党のまあ一部を担うようになります。どんどん外から共和党の中に入ってきて、で共和党を変えていきます。で共和党はですね、かつてはあの北部を主体としたかなりまあ穏健な政党で、それからもともと人種差別、黒人差別にまあ熱心に反対してたのは、共和党です。北部の共和党です。でそれから女性の男女平等なども熱心に推進してきたのはあの北部の共和党でした。で先ほど言いました ERA、 あのイコールライツアメンドメンツですね。でこれも1920年代から共和党議員がずっと提案してきたことです。で民主党はあの南部の人が多かったので割と反対でした。で ERA が、まあ、あの憲法修正なので、まあ、アメリカの場合は上下両院で3分の2の多数で通った上にさらに州4分の3の州がそれを認めるという非常にこう、まあ、憲法を変えにくいシステムになっているんですが、まあ、70年代の最初に議会を通って、まあ、あの修正として、まあ、成立するのがもう確実というふうに思われた時期があったわけですが、しかし最終的に、まあ成立しませんでした。あの、まあ、男女の平等を謳っただけの本当に、まあ、なんとか日本国憲法には普通に入っている条項です。で、まあ、逆に言うとあんまり憲法に入ってても実態を保障しないとい う, こうシニカルに言うとですね、まあ、そういうことが言えるのかもしれませんけども、しかしアメリカの憲法はやっぱ古い憲法ですから、あの、まあ、男女の平等とかない時代にできた憲法ですね。18世紀の終わりですから、まあ、その規定がなくてで入れようということになったときに、いやダメだというふうに積極的にそれを妨害する勢力が現れます。まあ、それがやっぱり宗教保守です。でそのグループが共和党の中にだんだん勢力をまあ増やしてきて、で共和党を変えます。でその劇的な例は1976年の大統領選挙までは共和党のプラットフォーム成功政党綱領を読むと ERA 支持と書いてあります。で1980年は、まあ、割とこう沈黙です。で84年から反対というふうにはっきり書くようになります。わずかまあ3回の選挙で、賛成沈黙反対ということで劇的に変わります。まさにこの時期共和党の中に宗教保守のグループがあの急速にこうまあ、なだれ込んできて共和党をまあ変えつつあった時期です。あるいは人工妊娠中絶については1980年にあの共和党のプラットフォームは憲法修正によって禁止しようという形であの態度を打ち出すようになります。で先ほど見ました、まあ、この時ジェンダーギャップもあの現れ始めるわけです。あの男女の投票傾向の著しい違いというのも登場するようになります。であの最近ですとあの宗教保守の役割を全体としてどう評価するかということであの、まあ、いろんな解釈があるんですが、例えば2000年特に2004年の大統領選挙の後は共和党が勝ったと、で接戦をものにしたと、でイラクで評判悪いはずなのにブッシュがまた勝ったとという時にあの宗教保守の動員が成功の要因だというふうに解釈される傾向が強かったと思います。で2004年については、まあ、確かにそういう面があったかもしれないという気がするんですが、ただあのそれを少しなんて言いますかあの、まあ、メディアとか一部の、まあ、ジャーナリストとかちょっとこうそれを強く解釈しすぎなのではないかという気がします。というのはあの宗教保守の役割というのは常に共和党にとってプラスかというとですね、必ずしもそうでない面があります。で、まあ、女性票をあの失っているというのは常に、まあ、マイナス面があるわけですが、であるいは少し前の選挙を振り返ってみましても1992年と96年、これ逆にこれはまあ民主党が勝った時ですね。でこの時にどういうことが言われたかといいますと、共和党は宗教保守の
路線を前面に打ち出しすぎたと、あるいはこう宗教保守とべったりであることを共和党はまあ見せてしまったと、だからまあ不動票が逃げたんだという解釈の方がまあ通常だったと思います。ですからそれはつまりこう共和党にとって宗教保守との付き合い方というのは実は非常に微妙で諸刃の剣であると。ですから票をもらうという点では、まあ、それはいつでもいいわけですが、しかし共和党というのは宗教保守の虜になっているというイメージが強すぎるとこれはマイナスになります。でただ逆にこれは民主党にとってもですね、あまりにも宗教をバカにしていると、あるいは信心深い人を見下している見下ろしているというふうなイメージを民主党が、まあ、持たれると、今度民主党の方が信心深い人から見放されるということになります。でおそらくやっぱり80年代から起きたことの、まあ、一つの、まあ、なんですか、理由は民主党がかつて、まあ、ニューディール以来一般労働者で割と庶民の政党で、まあ、60年代から黒人の味方で、まあ、弱者の味方であったはずの民主党が逆にエリートの世俗派のエリートの政党という、まあ、イメージができてしまってですね、でそれに反発する人たちが余計共和党になだれ込んでいったという面があるかと思います。で典型的には南部の農村にいるような人で、やっぱ学歴とか収入とかかなり低い人たちですね。でそういう人たちの票を民主党が失ったということがあるかと思います。で逆に今共和党は大枠で言うと本来はまあ財政均衡とかだけを言ってて、あんまり宗教色、その宗教保守の傾向はなかったんですけども、70年代後半から宗教保守と、まあ、ある意味でこう手を組むことによってですね、かなりやっぱり所得の低い人、あるいは学歴の低い人の支持をこう強く、まあ、持てるようになったということが言えます。経済政策だと民主党の方が割とこう、まあ、所得の低い人の支持を得ますけども、でも要するにこう所得の低い人は、まあ、悩むわけです。経済政策だけどだと民主党だけど、つまり最低賃金上げてくれとか、まあ、しかしでも民主党は自分の価値観とか自分の信仰心を、まあ、バカにしてるんじゃないかというふうに感じるわけですね。でそれは、まあ、学校の問題とか同性愛の問題とかいろいろあるんですけども、でそうするとかなりそうした、ま、迷った末共和党に入れるようになります。だんだん、まあ、共和党色が強くなっていくということで、共和党が、まあ、割とこう所得の低い人でも、まあ、いい勝負ができるようになった一つの理由は宗教を取り込んだからということになるかと思います。でまあ、今回オバマの選挙をどう見るか、オバマ自身はバラク・フセイン・オバマってフセインというミドルネームがあってですね、共和党の保守系の人は特にラジオ放送なんかではそのミドルネームのフセインというのはことさら強いアクセントでこうそこだけしか聞こえないようにこう呼ぶ傾向すら、まあ、あるわけですが、で逆にでもオバマに何て言いますか同調するって、オバマの肩を持とうとする若い人はフセインと自ら何て言いますかミドルネームをつけて名乗るというのがこう一部で流行りになっているというのも、まあ、聞いたことがありますけども、でオバマ自身は、まあシカゴのある黒人教会にまあそのおそらくコミュニティーオーガナイザーとしての活動の必要上入ったという面があるかと思いますけれども、まあ、かなり折衷主義的な解釈をしている人だろうと思います。でアプローチはやっぱこう、まあ、最近の民主党の一部に、まあ、あるアプローチで、つまりこう民主党があまりにもやはり神をあるいはキリストを宗教を見下していると、あるいは軽蔑しているという、そういうメッセージを送ったのは間違いだったというふうに、まあ、考える民主党の人がかなり、まあ、増えています。それから、まあ、民主党議員の中にも、まあ、現在例えば250人ぐらいの議員がいますけれども、70人ぐらいは、まあ、いわゆるプロライフというんですか、こう中絶ではむしろ、まあ、禁止の立場ですね。でそういう人は結構、まあ、農村部とか共和党と激しく競っているところから、まあ、選ばれています。ですから、まあ、そういうことを、まあ、知らないとみんななんかプロチョイスが女性の立場ちゃんと味方すればいいじゃないかというふうに考える、まあ、人も当然いるわけですが、ただ民主党にこうもしたくさん当選してもらいたいというふうに思うと、共和党が強いところでやっぱりこうそういうその辺の有権者の、まあ、感情をある程度配慮した選挙戦を戦わないと勝負にならないということにもなります。で例えば民主党のそういう人たちが最近提唱しているイニシアチブに95-10イニシアチブ、95-10イニシアチブというのがありまして、その10年以内に10年間の間に今の中絶の件数を 95% 減らしていこうと
でこれはつまり女性の選択権はもちろん認めると、ただやっぱり大事な点は中絶の件数を減らすことではない、まあ、予防等々の、まあ、いろんな形で否認も入りますけれども、減らしていくと、でとにかく件数を減らすということでなんとか妥協ができるのではないか。でこれはナショナルアソシエーションオブエヴァンジェリカルズという、まあ、割と本来ですと、まあ、宗教保守に属するグループも呼応する、まあ、側面があります。で、まあ、オバマは割と、まあ、そういう路線を、まあ、追求しようとしているように思います。党大会のメッセージでも人工妊娠中絶、件数を減らすことが大事ではないかということですね。でこれは全体のオバマの、まあ、スタイルとも多分合致しているんだろうと思います。でこれはつまり、まあ、今のアメリカというのは民主党共和党で分断されすぎていると、あるいは保守リベラルで分断されすぎているのではないか、であるいは白人黒人で、まあ、分断されすぎていると、あるいはリッチ&プアで分断されすぎていると、で、まあ、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカでこうみんなもっと団結することが必要だと、で団結しないとアメリカはさまざまな危機に、まあ克服できないと。逆に、まあ、アメリカというのはかつてからアメリカ史を振り返ってみると、まあ、一緒になって協力し合ったときに偉大なことを克服できると。で今のアメリカを変えるのもやっぱり団結するしかないというときに、やっぱ世俗派と新興派の、まあ、やはり協力することが必要だという、まあ、それが多分彼の統治スタイルだろうと思います。で、まあ、そういう観点から見ますと、すでに大統領として大統領行政命令を出していて、人工妊娠中絶に関して今まで共和党ですと税金が海外でその人工妊娠中絶に使われることを一切禁止する、まあ、大統領行政命令があるんですけど、それを撤回しています、まあ、そういう意味で基本的に、まあ、女性の選択権を、まあ、認めているわけですが、まあ、しかし他方でいろんなメッセージでは件数を減らしていくことを、まあ、アピール、まあ、しています。であるいは同性愛の問題でもそういう面があるかと思います。で最近、まあ、一つ論争を呼んだのは就任式、1月20日の就任式 で最初に式の最初に、まあ、お祈りの、まあ、部分があるわけですけど、それをリック・ウォーレンという人に任せたというので実は相当注目されています。でリック・ウォーレンというのは割と新しい流れの牧師さんで、中山さんのお話でも出てくるかもしれませんけども、で同性愛には彼自身は反対 で最近カリフォルニア州では州民投票で、まあ、割と僅差で52対47ではありますが、同性愛者による、まあ、結婚を認めない、まあ州民投票が通ったばっかり でリック・ウォーレン自身はその同性愛者の結婚をまあ認めない立場なんですね。で同性愛のグループからすると、まあ、なんて言いますか、不具大抵の敵ということになります。でただオバマ自身は、まあ、同性愛者に対してかなり、まあ、好意的な立場を取ってきて、同性愛者は熱心にオバマを支持してきたわけですけども、そのオバマが就任式にリック・ウォーレンを抜擢したということで、同性愛者のグループはオバマに対して、まあ、かなり激しい批判非難を浴びせかけています。ヒューマンライツキャンペーンとかですね、まあ、様々なグループがありますけども、まあ、かなり厳しくオバマを批判しています。ただオバマのメッセージは、であと式の終わりの方に出てきた牧師さんは、これは公民権運動をずっとやってきた人で、まあ、黒人の人ですけども、でいろんな人を実は牧師さん使っています。でその就任式の1月20日前後にもいろんな宗教的な儀式があるんですけども、ある儀式ではまあ、ゲイのビショップ、同性愛の人を実際使ってますし、あるいは初の女性のと言われるその、牧師さんを、まあ、登用したこともあります。ですから、まあ、かなりこういろんな人を使うで、特定のに偏らないと。であと就任式の中でノンビリーバーという言葉を使ってます。でこれはまあ、キリスト教もそうですけど、ムスリム、ヒンドゥー等々あってですね、で自分たちの国はいろんな、まあ、人からなという中でノンビリーバーですね、まあ、信仰を持たない人、まあ、場合にとまあ無神論の人ということになるかもしれません。アメリカの大統領が就任式という場でノンビリーバーに触れるとも非常に、まあ、珍しいことではないかなと思います。まあ、日本では、まあ、ノンビリーバーは割と当たり前なのかもしれませんけれども、逆にアメリカで普通にか、まあ、こう会話しててちょっと親しくなって宗教何かって書いて何も信じてないっていうと、結構アメリカでは割とこう、まあ、相手が引いてしまうっていうんでしょうか、ということが、まあ、多いですね。その辺ぐらいの感覚の違いがあるわけですけれども、で、まあ、今のところ、まあ、宗教の問題についてはそういうアプローチをしようとしている
という気がいたします。でただこれがどれくらいうまくいくかどうか、これはまあやはりまあ分からないという気がします。で同性愛の問題につきましても、アメリカでは例えばビル・クリントンの時に軍隊において同性愛者が平等に勤務できるかどうかという問題が持ち上がったことがあります。93年ですね。でアメリカではその時は同性愛者であることが分かると軍からすぐに、まあ、追放されるということになってました。でこれは、まあ、同性愛者にとって差別だということで、クリントン大統領はやっぱ同性愛者から強い支持を受けてましたので、それを、まあ、直そうとしたんですけども、まあ、結局軍の抵抗で、まあ、中途半端な妥協に終わってしまったということがあります。で現在同性愛者はまた同じことを、まあ、やっぱオバマにやってもらいたいというふうに思って、まあ、強くやっぱりそう働きかけています。で支持率と世論も93年よりかかなりやっぱり同性愛者であってもやはり軍隊同じ命をかけて国を守る以上同じ平等の権利を与えていいというふうに思う人がかなり増えているようですが、でオバマがどうするかですね。でこれ難しいところ で私自身は多分少し後回し、まあ、あるいは手をつけないかもしれないのではないかと思うんですが、つまり最初にそれを手をつけると今多分オバマ政権として最も大事な例えば景気刺激策の方が通らなくなってしまう、あるいはそちらの方が遅れてしまうということもあるわけですね。でここはまあオバマの難しいところだろう、まあ、まあ一般的に大統領として難しいところだろうと思います。で現在、まあ、ちょっと書いておきましたけどオバマ、大統領の支持率は非常に高いですけれども、まあ、いずれこれやっぱ下がるわけですね。で失望も増えると。でただどういうグループを最後までつなぎ止めるか、でどういうグループはあえて失望してもらってでも我慢してもらうかということを、それを、まあ、オバマとしては慎重に選ぶ必要があるだろうと思います。おそらくロバート・ゲイツ国防長官を留任させたことによって多分左派の人を、まあ、失望させたと。であるいはリック・ウォーレンを登用して同性愛グループを、まあ、失望させたと。あるいはひょっとしたら自動車労組に厳しい裁定を出すかもしれない。ただ逆に、まあ、これは中道の票を、まあ、獲得する上で 大事な点かもしれません。であと、まあ、ちょっと、まあ、もし時間があればお話ししようと思った点が、まあ、ありますが、これは少し多分中山さんが触れてくれると思うので省略しますが、今度宗教界の方でも、まあ、宗教右派のグループでもそれまで割と共和党一辺倒であったところが、例えば地球環境の問題とか貧困の問題、エイズの問題で、あるいは、まあ、ただ人身売買、こう国境を越えた人身売買の問題とか、ダルフールスーダンにおける虐殺の問題とか、まあ、そういったことにやっぱもっと関心を持つべきじゃないかということで、これは宗教界の宗教保守の世代交代とも関係しているんですけれども、少しまあ一枚岩的な体質が、まあ、ばらけてきた傾向があります。で、まあまあ、これはオバマにとって若干チャンスであるわけで、その辺どのくらいまあ今後そういったグループとも、まあ、共同保証を取ることができるか、まあ、といったことが、まあ、オバマ政権にとっての課題ではないかなという感じはいたします。で非常にこうアメリカという場ならではの現象、今までお話してきたことですね。でやっぱりヨーロッパとも相当違うと思います。で日本とも違います。多分ヨーロッパは結構日本と似ていて結構世俗的な社会ですね。で非常にまあ宗教色の強い中での、まあ、でこうしかもバイブルを一軸そのまま信じる人がかなりまあ多い、まあ、そういう中でのそういう社会でのまあ在り方だったら、その社会でも結構相対的に世俗的な傾向の人と信仰心の強い人の間で、まあ、非常に深い亀裂がある。で特にまあアボーションの問題とか本来的には妥協が困難ですね。こう税金だとなんかこう 10% の減税や割ってこう足して5ではあるとかいうことが可能なわけですけども、アボーションとかなかなかそういう解決は難しいわけですね。価値観とかでそれをまあ今後どうやっていくのかということですね。まあ、これがアメリカ政治の一つの課題だろうと思います。でそれから、まあ、若干まあアカデミックな関心ではあるんですが、宗教保守というのは現在、まあ、非常にこうアクティブにアメリカの政治に参加してますけども、ただ本来ずっとそうだったわけでは必ずしもなくて、70年代の前半ぐらいまでは割とこう静かな存在でした。で働きかけがあってこうして、まあ、立ち上がって政治に関与するようになった。でこれはこのままずっと続くのかな、あるいは何て言いますか、ある時期からあまりにも政治に関与しすぎているのではないかということで、また、まあ、こう宗教の世界に戻っていくこう、まあ、体質っていうのエクシットっていうんですか、そういったものがあるのかどうかということを私自身はまあ考えています。まあ、なかなか一度こう動員してでもう団体とかこう出来上がった中ではそう簡単に消えて、まあ、なくなることはないのではないかという気もいたしますけども、ただ他方で、まあ、やっぱり宗教のあり方
やっぱりこれ、まあ、2つあるわけですね。こうあの現世がもしこう嘆かわしい状態にあるとしていても、まあ、もちろん現世で積極的に働きかけるという、まあ、考え方もあれば、まあ、あの祈ってで来世での、まあ、救済を求めるという考えもあるわけで、まあ、これはまたそういうあの宗教界の中での、まあ、いろんな論争があの今後ともあの行われていくとは思いますけども、まあ、やはりこう完全にこう政治に、まあ、インボルブしていくという関与していくという選択肢だけが、まあ、あの選択肢ではない、わけであって、まあ、そういったあの選択肢も今後、まあ、検討されていく可能性がある、まあ、そういう感じもいたしております。ということで、まあ、ちょっとこう時間も延びてしまいましたし、あの雑白な話になってしまいましたけれども、まあ、少しでもあのアメリカにおける、まあ、宗教の役割といいますか、あの考えるきっかけになれば幸いであると思います。どうもご清聴ありがとうございました。久保先生どうもありがとうございました。久保先生のお話聞きながら、あ、テレビで見たなっていうふうにですね、お感じになっている方も多いと思います。テレビや新聞で、アメリカ政治選挙についての解説たびたび先生なさっておられます。次の講師の中山俊弘先生もテレビにしばしば出演なさる方で、特に今回の大統領就任式では、BS1 ですね、あの衛星の方でですね、就任式から最後のパレードまで、さすがに私は4時からのパレードは見ませんでしたけれども、その1時から3時まではですね、中山先生の的確な解説を聞きながらですね、あの就任式を見せていただきました。少し予定が遅れておりますけれども、あのできましたら後でディスカッションの時間も作りたいと思います。中山先生どうぞよろしくお願いいたします。どうも森先生、あのご丁寧なご紹介どうもありがとうございます。あの中山でございます。あの的確なコメントかどうだったかというのはちょっと甚だ怪しくて、パレードが始まったときに見どころは何ですかと言われて全く答えられないような場面もあったんですけども、あの久保先生の方からだいぶあの非常に大きな歴史的背景も含めたあのお話をそのしていただいたんで、あのでもいろんな点カバーしていただいたんですけど、私は若干その細かい点に着目してあのお話しさせていただきたいと思いますが、あの久保先生のお話の中にもありましたように、今回 の, その選挙を通じてもしかするとなんかその地殻変動と呼ばれるようなものが起きたのかもしれないというような状況はあると思うんです。まだこれが本当に地殻変動なのかどうかというのはあの全然わからないと思うんですけども、あのとりあえず今あの変化しているもの、変化しているような状況を、まあ、あえてそのちょっと強調してしながら、あの保守福音派の中の、まあ、新しい動きというんでしょうか、あのそういうものにあのついてお話できたらなというふうに考えています。であのより詳しくは先ほどもあの森先生の方からあのご説明いただきましたけど、アメリカのグローバル戦略とイスラム世界の中に入っているあの私 の, あの論文を参照していただければと思いますが、ちょっとどういうタイトルの論文をつけたのか全く忘れてて、今読み返したらこの副題とこの何ですか、この正式の題が逆になっているだけで、論文の方はなんか変貌を遂げる福音派がその主題で、あの副題が政治と宗教の新たな関係ってなっていることに今気がついてちょっと恥ずかしい思いをしているんですけども、あのそれから、まあ、こういう場で軽々しくその懺悔なんていう言葉をその発するべきじゃないんだろうと思いますけども、ある種その懺悔から始めなきゃいけないなと思ってますのは、このその一神教学際あの研究センターのプロジェクトに参加させてもらったのは、一番初めて参加させてもらったのは2004年の選挙が終わった直後だと思います。でその時その選挙であの宗教勢力がどういうその役割を果たしたのかということについて、まあ、その内部の研究会であのお話しさせていただいたんですけども、その時に私がその話した基本的なラインっていうのは、あのまあブッシュ大統領は支持率を下げているにもかかわらず得票を増やすっていう非常にこの巧みなキャンペーンをやって、でその背後といいますか、それを支えたのが宗教保守票の、まあ、動員力とあの、まあ、政治力であって、でその勢力のいわば何ですかね、その組織力っていうか政治的な腕力っていうか、そういうものをこの考えていくと、これからその民主党があの新しいなんかそのアメリカを説得するようなこういうこのアジェンダをこの提示してあの、まあ、政権ダッシュというようなあの構図になっていくことはなかなかその想像できないんじゃないかということを2004年の時点で言ってたんですね。
で、まあ、結果として、もうその2年後には、2年後の2006年の中間選挙にはもう民主党が勝ってましたし、で、今回の大統領選挙でも、まあ、オバマ大統領が勝ったんで、そういう意味で、2004年の私の分析は何だったのかっていう感じがしなくもないんですけども、ただ、当時そのアメリカのメディア、それからまあ政治評論家の間でも言われてた言葉で、このパーマネントリパブリカンマジョリティって言葉があったんです。恒久的、なんですかね、共和党多数派体制っていうんでしょうか。そういうものが今後しばらくは続くだろうという。で、その中心に、その宗教勢力だけじゃないですけども、その中心にこの動かない、まさにこのそれを安定的に支える集団として宗教保守勢力がいるんだということを、なんかもうどん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 吹き込まれて、なんとなくその言説に乗っかっちゃって、状況を説明していたみたいなところがあるんで、ちょっとそこをまあ反省しなきゃいけないなと。だから今回はあえて動かないと思われてたその勢力が、もしかするとなんか違う方向に動いてるかもしれないっていう、あえてその側面を強調しながらお話しさせていただければというふうに思います。で、今回の選挙の特徴というのを、まあ私なりにいくつか考えてみますと、例えば2004年の選挙なんかと比べると、宗教問題っていうのは、まあ先ほど久保先生のお話にあったように、アメリカ政治を理解していくにはもう不可欠な要素であるわけですけれども、しかしながら重要であったことは間違いないんですけれども、決定的なファクターではなかったのかなっていうのがまず第一点としておそらく挙げられるんだろうと思います。それからまあ第二点目としては、やっぱりオバマっていう、オバマ、まあ非常にその独特なバックグラウンドを持った人で、まあそれはまさに名前に象徴されていて、バラクっていうのはアラビア語で、この祝福された人っていう意味なんですか、そういう意味があって、しかもミドルネームがアメリカがつい数年前に倒した、まあ、戦争した国の指導者であって、フセインであって。で、まあ、オバマも、この、オサマ・ビン・ラディンのオサマとこの韻を踏むような名前の人。で、これは、アメリカ政治のこの文脈で言うと、多分もう、成功しようがない名前だと思うんですよね。考えられない名前なわけですけども、そういう人が、をアメリカ国民が受け入れたと。で、多分バラック・フセイン・オバマっていう名前に対する違和感っていうのは、根源的にはやっぱり宗教的なところから来るやっぱり違和感なんだと思いますね。それをある種乗り越えたっていう言い方をするのか、その問題が迂回したっていう言い方をするのか、すればいいのか、そこはいろいろ議論はあるんだと思いますけど、まあそういう名前の人がやっぱり当選したということがある種宗教的な事件であったんだろうということが言えると思います。それから、ですけども、この民主党と共和党の間のこのゴッドギャップってことがよく言われたんです。これはつまり、先ほどの話もあったように、民主党が世俗的な政党で、共和党が、まあ、いわば、新興者の政党っていうんでしょうか。で、そういうそのゴッドギャップが、なくなったわけではないと。それはまだ依然として先ほどの数字にもあったように、まあ、きちんと残ってるってことは言えると思います。それから、これは、まあ、アメリカのメディアなんかでは言われる点で、ある意味この選挙の逆説的な効果なんですけども、まあ、バラック・フセイン・オバマという名前の人を選んだ一方で、例えばそのカリフォルニア州なんかで同性婚を禁止するこの住民投票の法案が通ってるんですね。で、これは、まあ、逆説的だなと思うのは、つまり、アフリカ系アメリカ人のその公民権という観点から言うと、今回のその選挙っていうのはもう非常に大きな、一歩だったわけですけども、他方で、この同性愛者の、まあ、公民権というんでしょうか。そういう観点から言うと、まあ、カリフォルニアっていうのは、ご承知のように、ある種、この、なんですかね、特にサンフランシスコあたりっていうのは、やっぱりこの同性愛、ゲイ、レズビアンコミュニティ、非常に強いゲイ、レズビアンコミュニティがあるところですから、そういうところで、同性婚を禁止する、住民投票が通ったっていうのは、まあ、ある種皮肉な状況で、これは、結局、アフリカ系アメリカ人であるとか、ヒスパニック系の、アメリカ人がたくさん動員されて、で、彼らは、文化的には比較的保守的なところがあるもんですから、黒人候補には投票したんですけども、やっぱりこの同性愛の問題については、まあ、否定的な投票をして、オバマに投票しながら、同性婚には反対したっていう、ちょっとここは、まあ、逆説的な、一面があったのかなという、気がしております。で、まあ、これがまあ、他にもいくつかその特徴のあり方はあると思うんですけども、まあ、私が、面白いなと思ったいくつかの点です。で、まあ、次に、各候補の、まあ、宗教ということをちょっと、見ていきたいと思うんですが、まあ、オバマ大統領の場合には、ユナイテッド・チャーチ・オブ・クライストという、まあ、典型的な黒人教会、
ですね。で、マケインの場合はサザンバプティスト、南部バプティスト教会で。で、この二人の宗教に対する姿勢っていうのが非常に、際立って、違っていたと思うんですけれども、ボーンアゲンっていう、先ほどのお話の中にもありましたが、ボーンアゲンっていうと、なんとなくもうそれは宗教保守派、もしくは宗教右派の中心勢力を構成するものだっていうふうに、ずっとまあ、考えられてきましたけれども、私はそのオバマの宗教的なバックグラウンドを見たときに、あ、彼もボーンアゲンなんだなっていう。ふうに理解して、つまり彼は若い頃っていうのは信仰から離れてるわけですね。で、ある程度、年がいってから、自らこの信仰を再選択するっていう、でその行為自体は、このボーンアゲンというふうに言って、まあ、一部アメリカのベニアなんかではボーンアゲンリベラルなんていうことを言われてますけども、つまり、やっぱりオバマのその宗教に対する姿勢というのが、今までの典型的なリベラル派とはかなり違っていたということがまず言えるんだろうと思います。それから、オバマ自身も非常にこの信仰について自然に語れる候補っていうんでしょうか。で、例えば、民主党は、選挙戦略上を、宗教について語らなければいけないっていうことを、まあ、2004年の大統領選挙の敗北の中から学んでいって、多くの政治家がそれをやるわけですけども、やはり、どこか嘘っぽかったり、ぎこちなかったりしたわけですけども、オバマが語る宗教の言葉っていうのは、なんか嘘偽りがないっていう、まあ、それが単にテクニックの問題じゃないと。本当に彼の、まあ、本当に信仰から来ている言葉という、その印象を、まあ、話を聞いている人に、与えることが、できたということも非常に大きな特徴なんだろうというふうに思います。それから、まあ、彼の、これは何も、この宗教の問題だけじゃないですけども、彼のその政治スタイルそのものだと思うんですが、やっぱり、これ妥協点を見出そうとする、彼の基本的な姿勢っていうんですかね。で、それが宗教問題に取り組んでいくときにも、非常にプラスに作用した。先ほど、久保先生の方から、中絶問題について、この数を減らしていこうと。いう、そういうその姿勢で、この問題に取り組んでいったと言いましたけれども、まあ、中絶に反対する人も、それを完全に非合法化することは、なかなか難しいということは、まあ、重々承知しているわけですね。であるならば、その数を減らすというところで、推進派と妥協して、何か共通のプラットフォームでこの問題に取り組んでいけるはずだっていうのは、そういうまあ、いわば妥協の空間みたいなものをうまく作り出すことができる人ということも、彼の、宗教、勢力との、なんです、関係の中で非常にプラスに作用した点なんだろうと思います。で、それに対してマケイン氏の、宗教ですけども、彼はあんまり、おそらく宗教について語ることを、なんですかね、ごくごく自然にできなかった人。あんまりもちろん自分にとって信仰は大事だということは絶えず繰り返したり、自分は中絶に反対だといえばキャッチフレーズ的にそういうことをズバッと言ったりはするんですけども、それをもうちょっと自分にとって信仰は何なのかということを話してくださいというふうになると、いまいち話せないですね。で、それは多分、マケイン氏自身の、まあ、なんていうんでしょうか、まあ、言葉の力っていうか、そういうのもあるでしょうけども、おそらく世代的なものもあると思うんですね。あんまり宗教の問題については、公の場で話さないっていうことから、なんか今回のその選挙の構図の中で、信仰の、オバマは信仰の人で、マケインは確かに信仰の人ではあるんだけども、それがなんか説得力を持って、この有権者の方に伝わってこないっていう、やっぱ図式的に、共和党で保守派の負け犬だから多分信仰はしてるんだろうと。で、中絶も反対してるから信仰はしてるんだろうという、そういう感じで受け止められてるわけですけども、一方でオバマは民主党なんだけども、信仰について非常になんですかね、雄弁な言葉で語るんで、ある種のこの安心感を、持たせたっていうような側面も、おそらく、あるんだろうと思います。で、全般的には、オバマは、まあ、そういうような、ことが背景にあって、まあ、宗教票の獲得数を伸ばすわけですけども、ただその伸ばしたことの背景っていうのは、先ほどのお話にもありましたように、まあ、気をつけなきゃいけない。その評価については、まあ、それが構造的な変化だったのかどうかっていうのは気をつけないといけないと。つまり、あくまで相手が、マケインだったからオバマが増やしたのか、それとも、この福音派なり宗教コミュニティの間で、ある種のこの地殻変動があった結果なのかっていうのは、まだ現時点ではなかなか言えないと思うんですね。ただ言えるのは、今回のマケイン候補の場合には、ブッシュ大統領のように、この宗教保守派なり、まあ、福音派と呼ばれる勢力と、この特別な関係はない候補者だったということは間違いないですね。マケイン候補っていうのは、
この宗教保守派からはどちらかというと、まあ、不信感を持って見られていたところがあって、で、それは予備選の時、予備選挙の時に、立ち返ってみるとよくわかるんですけども、福音派の指導者たちの中で、マケインを支持した人たちっていうのは、支持した人っていうのはいなかったんですね。みんな他の候補を支持してたということからも、やっぱり非常にそのもともと難しい、関係にあった候補だったということなんで、どこまで今回の選挙の結果は一般化できるかどうかはわからないと。ただ、面白いのは、まあ、日本でも、それなりに、注目されたと思うんですけども、やっぱり副大統領ファクターっていうのもおそらく今回はあって、で、まあ、ご承知のように、マケイン氏は、まあ、サラ・ペイリンというアラスカ州の知事を、副大統領、自分のランニングメイトとして支持するわけですけども、彼女は、まあ、福音派、ボーンアゲンというふうに、一時、ペンテコスタル派の教会に行ったりもしてたようですけども、その後は、無宗派の、無宗派ですか、無党派っていうんですか、メガチャーチなんかに、通ってたようですけども、政治的なキャリアを、模索してからは、そういう、必ずしもその、宗派に限定されないメガチャーチに通ってたようですが、やっぱりペイリン氏のいわば原理的な中絶反対の姿勢っていうんでしょうか。そういうものをいわばそのテコにして、マケイン候補に対して不信感を持っていた福音派を取り込むっていうことをやろうとするんですね。で、まあ、ペイリン氏の中絶に対する姿勢っていうのは、まあ、いろんなところで言われてますけど、私は今、原理的な中絶反対主義者というふうに言いましたけども、あるテレビ番組で、自分の、例えば娘が、乱暴されたり、もしくは、不適切な形で、妊娠した時にも中絶を容認しないのかと、いうようなことを、まあ、テレビで聞かれるんですけども、いや、私は、容認しないということを言っていて、原理的な、中絶反対論じゃないですね。ただ、彼女の場合には、空理空論で選挙のために、この中絶の問題を使ってるんじゃないというような、そういう、まあ、印象を少なくとも福音派の人たちに与えることができて、で、それは、やっぱり彼女自身が、障害を持った子供を、お腹に身をもったんですけども、で、それが事前に分かっていて、で、アメリカでは、比較的最近はそういう場合には、中絶するというケースもかなり増えているということらしいですけども、それでも、やっぱりそのまま彼ですね、彼を受け入れなきゃいけないということで、やっぱり引き受けるんですね。で、そういえば、抽象論でない中絶反対の姿勢が、やっぱこの、宗教保守派を非常にまあ、エキサイトというか、の支持を取り付ける形になって、マケイン氏に対する不信感はあったんですけども、まあ、宗教保守派、宗教右派を、このペイリンのおかげで、まあ、部分的に取り込めたっていうところは、まあ、明らかにあるんだろうと思います。それから、民主党の方の副大統領は、バイデンっていう、これは上院議員ですけども、彼は、ペンシルバニア州出身のカトリックなんですが、まあ、カトリック票っていうのは、先ほど、久保先生の方からスイングボートだという、まあ、比較的この重要な、民主党、共和党ということで、かっちりこの、投票態度が決まってなくて、その都度、投票態度を決めていくわけですけども、で、カトリック票が、まあ、民主党の方に流れていったことの一つの要素として、まあ、バイデン効果がなくはなかったのかなというような気はしています。まあ、副大統領というのは本来的にはあまり投票行動にはそんなに大きな影響を与えないというふうにも言われてますけども、まあ、今回の場合には、やっぱりオバマに対する、ある種のこの不安感みたいなのをバイデンが吸収して、で、さらには、マケイン氏に対する、まあ、宗教右派の不信感を、いわば、ペイリンが、この、いわば、繕う形で、副大統領がそれなりに影響力を果たした、そういう選挙だったのかなという感じがしております。で、じゃあ実際のこの選挙の中で、候補っていうんじゃなくて、候補に着目した、話ではなくて、選挙の中で、宗教が、まあ、どういうふうに扱われたかっていうことを、見ていきますと、オバマを中心にして、この民主党自体が、この世俗の党からの世俗政党ですかね、もうどっぷり世俗主義に使った政党から、やっぱり距離を置かないと勝てないという問題意識が、おそらく明確にあったと思うんですね。ただ、単純に自分は何回教会に行くんだとか、そういうことを言っても説得力がないんで、おそらく、彼は、具体的な何て言うんですかね、キリスト教の教えとかそういうことよりも自分にとって信仰の重要さということ、信じることの重要さという形で、で、これはもちろん、キリスト教ではありますけども、そこを過剰にハイライトさせるんではなくて、この信仰ということの重要さというのを説いたと思うんですね。
で、そうであるがゆえに、何かその、変に選挙戦略として信仰を打ち出しているっていうような印象を多分持たれなかったっていうことが、その、あるんじゃないのかなと。で、これが、組み立てられたものなのか、オバマ氏の、その、まあ、その、彼独特の信仰感ですね、どっから来たものなのか、そこは私もはっきりはわかりませんけども、やっぱりその、単純に私はその、教会に何回行くんだとか、こういうその神の教えがどうとかっていうことではなくて、自分にとってのその信仰の重要性っていう側面をハイライトしてたのが、すごく印象的なのと、あとやはりその宗教な、それとまあセットになってると思うんですけども、宗教のやっぱ多様なあり方について絶えず語ってたっていうんですかね。ですから、この人はその選挙のためにこう言ってるんではないな、という感じがすごくして、で、さらに、まあ、就任演説で、その、信仰を持たない人についてもその語ったということを言いましたけども、やっぱりその、非信仰者をその、例えば、糾弾したり、他の宗教をその、まあ、軽視したりということではなくて、やっぱその信仰そのものを通じて、で、そこから何かその、新しいものを生み出していこうという、そういう感覚。で、多分、まあ、私もその今、いろんなところで言ってるんですけども、オバマ氏のその、当選、の背景、勝利の背景には、ある種この、まあ、こう、まあ、アメリカにとってこの人種問題とかっていうのは、ま、一つ、ある種の現在だと思うんですけども、やっぱりそれをこの克服しなきゃいけないっていう、この正義の感覚っていうのは、今回非常に強く作用した選挙だと思うんですね。で、そこに彼の信仰感なんかがうまく、この、その、シンクロしていったわけですけども、通常その正義っていうのは、多分その実現していく過程において、その正義の前に存在した不正義を裁くっていう、非常にある種、この、暗いっていうか、誰かを糾弾したりであるとか、そういうその局面が必ずあるわけですけども、オバマ氏の場合は、そういうその、誰かをその糾弾したり批判したりっていうところを、いわば、なんか除外したような、みんなでこれからその正義を実現していこうっていう、そういう感覚を、いわばその国民にこの植え付けるところができたっていうことが、その彼の勝利の、その背景にあると思うんですけども、多分そんなナイーブなことっていうのはありえないんだろうっていうふうに思いつつも、やっぱりその先ほど言ったこのバラック・フセイン・オバマっていうその黒人の人物が大統領にそのなるかもしれないということ、それ自体がある種のそのシニシズムっていうんですかね、みんなで共同して正義を実現していこうよっていう、でこの宗教とかこれまでいろいろそのアメリカを分断してきたものを乗り越えられるんだっていう、そういうこのある種非常にこの楽観的なメッセージがをシニカルに、この、見なくて済むような、そういうこの場を、このオバマ氏は作り出したということは間違いなく、その言えるんだろうと思います。まあ、しかしながら、そうは言っても、そんな、その簡単に、その話は収まるわけはなくて、オバマ氏もそのいくつかの、その、まあ、壁といいますか、障害に選挙戦の中で、ぶつかっていくわけですけども、その中でやっぱり一番大きかったのが、ジェレマイア・ライト牧師の問題で、これは、彼が所属していたユナイテッド・チャーチ・オブ・クライスト、シカゴのユナイテッド、サウスサイドのユナイテッド・チャーチ・オブ・クライストの、まあ、牧師さんですけども、そこで非常にこの、オバマ氏のこの分断を乗り越えるようなメッセージとは対極の説教をしていた。で、その教会にオバマ氏が20年も通っていた。果たしてオバマ氏の言ってるメッセージは本物なのかっていう、そういうこの疑惑みたいのが、その上がってくるんですね。で、その問題が、そのアメリカのメディアで取り上げられたときに、よく言われたのが、日曜のその午前中っていうのは、アメリカで最も、この、いわば、差別っていうか、分断が行き渡ってる瞬間だっていう。つまり、それぞれがみんなそれぞれの教会に行って、そこで何が起こってるか全く知らないっていう、そういう時間帯だっていうんですね。で、そこで、オバマ氏が、まあ、毎週のように、いわばその分断的なメッセージを、その発する場に自らその足を運んでいたということで、まあ、大きな不信感を持って、見られるんですけども、ただ、その後オバマ氏がいろんなその演説をその繰り返していく中で、先ほど言った誰かを糾弾するんじゃない、この一緒に正義を実現していこうという感覚っていうんですかね、それが、まあ、国民の中に浸透していくんだと思うんですね。で、民主党のその党大会、まあ、民主党の大統領候補として指名される場というのが、8月の、下旬に、デンバーで、コロラドであるんですが、
そこで、彼は、まあ、キング牧師のその演説なんかにも触れたりするわけですけども、おそらくその彼がイメージしたのは、まあ、1963年というのはやっぱりアメリカが真っ二つに割れていた時で、このキング牧師はいくらでもその、まあ、怒りの演説っていうことをする、その可能性があり得たわけですけども、怒りではなくて、やっぱりこのアメリカっていう国はみんなが運命を共有していて、それを一緒にこの作っていかなきゃいけないんだっていう、そういうそのメッセージを発して、で多分そのオバマ氏もそういうメッセージと信仰の問題をうまくこの絡め合いながら、この有権者にこの解いていったっていうことがおそらく言えるんだろうと思います。で、それと、この、まあ、対照的と言いますか、マケイン氏の場合は、むしろその、宗教的な、その、メッセージというものが、まあ、最後までいまいち、響かず、むしろ、その、党内の、分裂っていうんでしょうか、先ほども申し上げたように、福音派のリーダーたちっていうのは、最後までマケインを、まあ、少なくとも予備選の段階では、最後の方までマケインをエンドースしなかったわけですけども、まあ、本選挙になるとみんなついてくるわけですが、そういう形でむしろこの宗教保守者の存在というものが、共和党の分断をハイライトさせるような、そういう効果を持ってしまったということで、宗教、それぞれの党の中における宗教の位置づけっていうのが、ある種この対照的な選挙だったのかなという感じがしてきています。で、まあ、こういうことの背景に、おそらく、福音派の中における新しい傾向っていうのが、見て取れるんだろうと思います。で、まず第一に挙げられるのは、その福音派の台頭を支えてきた第一世代っていうんでしょうか。まあ、福音派の、政治への参加の、を支えてきた第一世代の指導者たちが、まあ、高齢になって、亡くなったり、もしくは影響力を失ったりと。いうことが、まあ、明らかにあるんだと思います。まあ、一番目立つ例としては、モラルマジョリティっていう、まあ、果たしてどこまでモラルマジョリティっていう勢力が本当にレーガン政権の誕生を支えたのかっていうことについては、まあ、議論はあるんですけども、まあ、でも、一般的には、この1970年代後半、それから80年代前半の、やっぱりレーガン、共和党の保守化を支えたモラルマジョリティの指導者であった、まあ、ジェリー・ファルウェルっていう人が、まあ、亡くなったりであるとか、それからずっとこのキリスト教、クリスチャン、このテレバンジェリスト、テレビの伝道師ですね、パット・ロバートソンであるとか、そういう人たちは影響力を失っていったりであるとか、だんだんその第一世代の指導者たちが、この、どうもその、影響力を失っているっていう、そういう状況がまず第一にあると。で、それから、この先ほど申し上げたように、オバマ氏自身が、このボーンアゲンであるっていう。自ら再選択して宗教を選んだということで、個別の政策的な立場で見ると、確かに福音派からしてみると受け入れられない ところはあると思うんですけども、おそらく信仰に対する姿勢っていうんですかね、それについてはそんなにこの違和感を感じてないというような状況があると。で、まあ、そういうこのオバマキャンペーンの方も働きかける余地があるというふうにおそらく考えて、まあ、予備選で、このま、大体ヒラリー・クリントンとの勝負の中で、大体この勝ちが決まった6月頃に、福音派の指導者たちとあえてこの会談してるんですね。で、これまで民主党の、まあ、政治家が、福音派の指導者たちと会談するっていう構図はそのおそらくあまりありえなかったんだろうと思いますけども、まあ、その比較的、どういう会談だったかっていう内容もメディアで、報告されてるんですが、もちろんその個別のイシューについて言えば、なかなか妥協できない点はたくさんあったけども、やっぱり信仰の重要性ということについては、非常にこの和やかに、ある種この、問題意識を共有できるような、そういう場だったということを、そのが、報告されています。で、それから、まあ、先ほど民主党全国大会のお話しましたけども、民主党全国大会の締めにですね、ジョエル・ハンターっていう、これも福音派の牧師ですけども、フロリダのノースランドっていうメガチャーチの牧師さんですが、ジョエル・ハンターっていうその牧師を呼んで、そこで祈りをしてもらってるっていう。まあ、民主党の白人の牧師さんですね。で、民主党の大統領候補が、その、まあ、福音派の牧師に最後に来てもらって祈りをしてもらうっていうケースが、これまで何回あったのか私、確認はしてませんけども、少なくとも非常にこの象徴的な場面だったということは、言えるんだろうと思います。で、こうやって明らかにその、福音派のその政治への関わり方っていうんでしょうか。それが、変わってると思うんですけども、で、とりわけやっぱり目立つのは、若い世代ですね。まあ、ヤングエヴァンジェリカルズなんていうふうによく言われますけども、若い世代の、宗教に対する新しい姿勢っていうのが、まあ、とりわけ目立っていると。で、この若い世代っていうのは、まあ、この旧世代、
先ほど言ったのジェリー・ファルウェルとか、その人たちについていった。まあ、70年代後半、80年代、それから90年代に、中絶とか同性婚に反対する形 で、それをきっかけにして政治に入っていた自分たちの親の世代であるとか、そのおじいさんたちの世代であるとか、そういう世代の、ある種のこの権力志向っていうんでしょうか。果たして信仰の問題に本当に興味があるのか、権力ゲームに参画することに興味があるのかよくわからないような、そういう世代に対して不信感を持つ、そういうこの若い世代が出てきたということがまず第一挙げられるんだろうと思います。それから、先ほどの話にもありましたように、やっぱりこの環境問題の関心というのもやっぱ若い人たちの間では相当強いらしくて、ただこれがその実際に働き始めて雇用とか、の問題にもっとその関心を持つようになってくると、単にその環境の問題ということばかり、これはあくまでその学生の間のある種の、まあ、贅沢っていうか、もしかするとそういうことになるのかもしれないですけども、少なくとも、今、若い福音派の中では、この地球環境をその破壊するっていうのは、いわばこの聖書の、この、やっぱ紙を、ページを破くようなものだっていう、そういう言い方が、非常にこの、まあ、流行ってるっていうか、まあ、説得力を持って語られてるらしいんですね。で、そういうその、ような問題意識を持っている人たちがいると。で、それから、同性結婚については比較的寛容。例えば中絶の問題っていうのは他のこの、まあ、他の生命に関わる問題ですけども、同性婚っていうのはまあ、ライフスタイルの問題で、直接的にその他の命に関わる話ではないわけですよね。で、自分たちの周りにもう同性愛者というのが日常的にいると。からメディアでも、それからこのエンターテインメントの世界でも、もう普通にこの同性愛者っていうのが出てきているような状況の中で、やっぱ年長者よりも、同性愛っていうことについて違和感がないという現状は、どうもあるようです。したがって、同性婚については比較的寛容ですね。で、ちなみについ先日、このナショナルアソシエーション・オブ・エヴァンジェリカルズという、まあ、福音派の、いわばその全国組織の会長である、まあ、リチャード・サイジックという人がいるんですけども、その人が、同性結婚ではないですけども、この同性愛のパートナーに結婚と同様のこの法律的な保障を与えるということを支持するようなことを発言して、まあそれは、まあさすがにまだそこまでは言ってなかったんで問題視されて、まあ辞任せざるを得ないような、そういうことがあったみたいですけども、まあこういう問題をめぐって確実に何かが、起こりつつあるということですね。で、今申し上げた通り、中絶についてはやはり他の命に関わる問題。なんで、若い世代では、場合によっては親の世代よりも強く反対してるっていうことがあるんですね。まあ、しかしながら、彼らが常に言うのは、で、中絶っていうのはアメリカではこのプロライフっていう文脈で語られます。命の側に立つですね。プロライフという文脈で語られますけども、その若い人たちが言うのは、命っていうのは、命が誕生するとともに終わるんじゃないんだと。そこからもこの取り組まなきゃいけない問題が山積みなんだと。貧困の問題であったり。それからまあ、アフリカにおいて、このエイズで亡くなっていく子供たちであったり、飢餓の問題であったり、人道的な、スーダン、ダルフールにおける人道的な危機の問題であったりということで、よりその包括的にこのプロライフにならなきゃいけないと。中絶禁止だけでプロライフのアジェンダが終わるわけじゃないんだという形で、問題を若干組み替えてるんですね。だから中絶反対という姿勢は、この維持しつつも、しかしこの命は誕生で終わるわけがない。より包括的にプロライフにならなきゃいけないっていう、そういうこの、まあ、モメンタムが、福音派のとりわけ若い人の中であると。で、これは実は、民主党のこのアジェンダと、この神話的なアジェンダである場合が多いと思うんですね。で、実は、この辺をもっと本格的に取り込もうと思って、オバマ氏はこの、若い福音派を対象にして、このヨシュアジェネレーションプロジェクトっていうのを立ち上げるんですけども、で、これがどうも不十分で、もっとこれに力を入れてれば若い世代が取り込めたんじゃないかっていう見方があるようですけども、まあ、オバマ自身はよく、このキングとか、キング牧師とか、その、かつての公民権の指導者たちは、このモーセの世代だったと。だから約束の地を、この、確認したけどもそこに行けなかったと。でも自分はそこに行って何をするかっていう、このヨシュアの世代に属するんだっていう。で、そういう、で、そこの場面では、もうみんなで共同していくことが必要なんだって。今そういうメッセージを超えて自分のことをこの、ヨシュア世代、ジョシュアジェネレーションって言うんですけども、で、それにちなんで、ヨシュアジェネレーションプロジェクトっていうのをまあ立ち上げるんですけども、まあ選挙戦の中で十分に、それがまあ、この、まあ起動しなかったっていうことはあったみたいで、引き続き、これはその民主党にとって多分課題になっていくんだろうと思うんですね。で、こういう、福音派の中の、まあ新しい変化の兆候って言いますか、
どの辺から出てきたんだろうということをたどっていくと、でこれは若干それは違うだろうという人もおそらくいると思うことを承知であえて言うんですけども、私は実はブッシュ大統領に行き当たると思うんですね。でブッシュ大統領っていうのは、まあ、2004年の選挙なんかで中絶反対、同性婚反対っていうのを選挙のアジェンダとしてポンと投げ込んで、宗教保守派を結束させて自分がこの当選した、いわばなんて言うんでしょうか、悪玉みたいな呼ばれ方をすることがしばしばですけども、彼が2000年の選挙で掲げた一つの重要なメッセージに、でこれはメッセージに終わって実現しなかったんですけども、思いやりのある保守主義っていうのがあって、で実はこの思いやりのある保守主義っていうのは、まさにこういうこの弱者を取り組むような保守主義のあり方で、そこに信仰の問題をうまく絡めていって、保守派のこのベースを広げるんだっていう、でそこにはその黒人とかヒスパニックとか、そう社会的な弱者も含むっていう、そういう発想、統治思想が少なくとも紙の上にはあったんですね、ブッシュ大統領は。でも そんなことを実現する間もなく、この全く想定していなかった911っていう状況が起きて、この思いやりのある保守主義っていうのは全部どっかに行ってしまうんですけども、結構その政権が立ち上がった頃は、思いやりのある保守主義を支えるべく、いろんな人が政権の中に入っていて、まあ、でもこの人たちは比較的早い段階で辞めていってしまって、自分たちのこの思想というか、この思いやりのある保守主義に対する期待感は裏切られたということで、ブッシュ批判ではないですけども、まあ、ブッシュとは一歩距離を置いた形で、新しいこの福音派とか宗教とか政治のあり方っていうのを模索するような本を次々に出していくんですけども、実はそういうこの若い世代の変化っていうのは、ブッシュ大統領なんかにも、がそもそもこの大統領に大統領選挙に出たときに持っていた問題意識だったっていうところは、おそらくこれから忘れ去られることになるんだろうなっていう、まあ、ブッシュ大統領といえば911で、ネオコンで、中東でっていう、そういう話になっていっちゃうんでしょうか。ただここは、やっぱり、私は覚えておかなきゃいけないのかなっていう感じがしています。で、現に、ブッシュのスピーチライターで、ずっと、まあ、2005年とか6年ぐらいまでホワイトハウスで、ブッシュのスピーチを書いていたマイケル・ガーソンという人がいて、彼は福音派なんですけれども、彼が言ってるのは、まあ、その彼のとこに福音派コミュニティだから、いろんな人たちがその大統領と会いたいということで、アポ設定の依頼とかが来るわけですけども、実は、その圧倒的に多くは、エイズの問題だったり、それから、ダルフールにおける人道的危機の問題だったり、いわゆるその中絶とか同性婚の問題では必ずしもなかったと。でそこを軸に展開していけば、ブッシュ政権というのは全く違った政権になり得たはずだということを言っていて、でまあ机上の空論ですけども、少なくともそういう方向を目指していたということは言えると思うんですね。で私は非常に面白い動きだと思う一方で、どこまでこれがアメリカ政治を変えていくのかということを考えたときに、若干ある種、悲観的にならざるを得ないのは、こういうこの思いやりのある保守主義、いわばこのコンパッション、それから弱者への思い、それから人道的な危機とか、そういうことを軸に展開していく、この新しい宗教的な保守主義っていうのは、実はやっぱりこの権力奪取のこのメカニズムっていうのが全くないんですよね。人の善意に依存しちゃってるっていうか、つまり選挙の時に勝つっていう、そういう戦略とは全くこの相入れないというか、ですから、やっぱりこれが、かつて宗教右派が共和党に対して持ったような影響力を発揮することは、おそらく難しいんだろうなと。ですから、こういう新しい福音派が共和党を再び奪い返すという、そういう状況はおそらくないんだろうということが言えると思います。ただ、言えるのは、こういう勢力が仮にどんどんこれから増えていくとすると、やっぱりこの政治と宗教とのその距離の置き方っていうのが、やっぱり本質的に変わってくると思うんですね。これまでは宗教保守派といえば、共和党、時に、共和党の候補に対してこの牙を向いていったこともあって、今回もある種マケインに対して牙を向いていったわけですけども、でもそれは、よりこの共和党のその政治家を自分たちの方に引き寄せようと思って、動くわけですけども、この新しい福音派っていうのは、このエイズの問題とか、地球環境の問題とか、そういう問題に引き続き関心を持っていくとすると、このどっちかの政党につくという、そういうその思考で、政治にこの臨んでいくっていうことじゃないと思うんですね。よりこの、プラグマティックに問題をその解決していくっていうのは、そういう姿勢が、これから、ある種顕著になっていくかもしれない。
そういう感じがしてます。ただこれはあくまでその兆候なん で冒頭で申し上げたように私ちょっと変化 の傾向をちょっと強調すぎているところがあるかもしれないんで、あくまで一つの可能性ということで ご理解いただければと思います。で最後にもう時間もおっしゃってますんで短く終えますけれども、まあ、就任式関連、就任式 の、まあ、関連の儀式で、まあ、いくつか、まあ、目に留まったことというか、まあ、オバマ氏 その宗教に対する姿勢が、まあ、実際にこの大統領になってからもまあ、継続されるそういうような兆候が今回の就任式で見れたわけですけども、やはり先ほど、まあ、久保先生もこれお話したことで まあ、ありとあらゆるその新なんですかね、その多様な信仰のあり方ということがあり得るんだということをとにかく強調した場だったと思うんですね。ゲイの牧師を呼んだり、女性の牧師を呼んだり、福音派の牧師を呼んだり、それから公民権運動に参加した牧師を呼んだり、それから信仰を持ってない人に呼びかけたり、それからホワイトハウスに入った後、一番最初にこの行ったテレビの会見が、まあ、アルアラビアというそのイスラム圏の放送局だったりということで、やっぱりこの宗教信仰の分断を乗り越えようっていう、まあ、非常にその大胆な野望っていうのがおそらくある大統領なのかなと。ただそのオバマ氏が今乗り越えようとしているこの分断っていうのが単に一人の個人の野望で乗り越えられるような問題なのかっていうと、まあそれはおそらくそんな簡単な話ではないんですけども、少なくとも非常にその大きな野心を持った大統領が誕生したことは間違いなくて、でそれとともに福音派の内部でも新しい動きができているんで、それがいわば共鳴し合って新しい動きを作り出していくと、まあアメリカの宗教と政治の関係を考えていくときに、まあ大きなこの地殻変動がもしかすると起きつつあるタイミングなのかもしれないという点をちょっと強調して、私の話は終わらせていただきたいと思います。なんか雑白な話で申し上げますので、以上です。